カラス山の鴨池イケ工芸院は、東京都世田谷区北カラス山にある寺院。臨済州大徳寺派に属し、本山は大徳寺、三号を随仙山という。創建は1703年で、旧地は品川であった。1893年を境に矛盾となり、関東大震災の被害にもあったため復興を図って1939年に現在の地に移転してきた。 高原院は、カラス山寺町を構成する26六の寺院の一つで、敷地内にある潜水は、カラス山の鴨池として、世田谷百景に指定されている。1985年3月1日には、カラス山弁天地特別保護区に指定された。京王線の千歳カラス山駅から、甲州街道を渡って寺院通りのある、北方向を目指して歩くと、約15分でカラス山寺町に入る。 中央自動車道の高架をくぐる手前にある、妙高寺などを過ぎて寺院通りをさらに北方向へ歩くと最後に出会う寺院が高原院である。臨在州大徳寺派に属し、本山は大徳寺、三号王、随泉山という。創建は1七百三年で、海山は大徳寺、第二百五十三世池胸吉から七百十四年、海岸は畜後久留め藩の 第四代藩主、有馬頼元から1705年である。頼元は、文武両道に秀出た人物で、和歌や、絵画の心得もあり、久留米藩を38年にわたって治めていた。晩年になった頼元は、有馬家の母大寺である、昭雲寺で臨番を務めていた、池江、胸吉の功徳に惹かれた。池江、胸吉は、浅井長政の光栄であり、 仏道を治める傍ら茶道を片桐石州に学び、後に石州流異形派の創始者となった人物であった。池江宗義は1693年に具形に司法して大徳寺253世の星となった。退院後に江戸に戻ってよりもとの家を受け、北品川に一時を建立した。当初は品川の東海寺の達中として建立されたことが、 新編武蔵風土気候に見える。前景所の野の十六、荏原郡の十八、北品川塾の校に学問を入れて右にあり、有馬まし立りす。会期派洋服院員校、源の胸高大師。解散派法を次第定前寺なりと記述されている。三号は、頼本夫人の宝号、洋服院員校、源の胸高大師から、高徳院と称したと伝わる。 旧地の境内には、一宮に、宝章弁祭典と称する木造を祀った、陳樹道があった。かつては品川七福神の随一と呼ばれたもので、木造は、物資として歴史に名を残す運慶作と伝えられる、ものだった。1818 18年に、久留米藩第九代藩主、有馬よりのりが赤羽にあった久留米藩の神屋敷内に、国元から誕生した水天宮に祀られていたものである。 赤羽の水天宮は有馬家の屋敷神であり、1868年に有馬亭と共に青山に移転した後、5年後の1872年に柿原町に再移転した。木造の方は有馬家の母大所を務めていた高原院の陳樹堂にしばらく安置された後に柿原町の水天宮に移ったという。高原院は1893年に 無重の寺となった。無重の時期は、本寺である昭雲寺の住職が兼任で住職を務めていた。高原院は、1923年の関東大震災で大きな被害を受けて廃絶状態となった。有馬市の一族は、高原院の復興を計画し、カラス山の現在地に2000坪の土地を購入して1939年に移転を果たした。 寺院の混流にあたって境内に潜水を掘ったところ、水源を掘り当てて、やがて豊かな水をたたえる池となった。もともとこの地には、亀の湖で井と呼ばれる、湧水地帯で、三カ所に湧水があって、徳川時代以前は、烏山側の門戸源となっていた。亀の湖で井と、約2キロメートル離れた井の頭池の水源は、地下でつながっているため、井の頭池が増水するときは、 このデイモーズを水し、減水の時は同じく水位を下げるという。池の中央には、弁天堂という、浮見堂を建て、岸との間は、赤い欄干の橋でつながっている。この池には1960年の秋から小鴨、カルガモ、マガモなどが飛来するようになり、都会の中での越冬地としての役割を果たすようになった。池は、鴨池、または、弁天地の通称で呼ばれ、 1984年に、カラス山の鴨池として、世田谷百景に選定された。なお、1985年3月1日には、カラス山弁天地特別保護区に指定された。境内は緑に恵まれ、四季ごとに、春の筒ツ子ツ、夏の水蓮、秋の萩などが咲いて来訪者の目を楽しませる。有馬まける以来の墓地のほか、キリシタン道路がある。この道路は、 キリスト教に帰依した有馬春信が所持したものではないかと推定されている。歴史の項で触れた潜水は、この地域に分布する中水と呼ばれる地下水を水源としている。高原因のあるガラス山寺町一帯は、中水の地下水が特に高く、浅く、井戸を掘っただけでも水が出るほどであった。池は、鴨池、または、弁天地の通称で呼ばれ、 補骨安い蓮が生育して、開花の時期には人目を楽しませている。世田谷区は、1978年4月1日から3年に、渡って、世田谷区社寺調査を実施した。高原院では、釈迦如来座像、伊達天立像、法王自然寺座像が対象となり、その調査結果が公表されている。釈迦如来座像は、本尊として本堂に祀られ、法量は、 像の高さが3 1 1トル、後輩と台座の高さがそれぞれ7 8 4トル、3 2 1トルを測る。寄席作り、漆塗りで後輩と台座が木製、江戸時代の柵で、物先や頭部の木材などに候補が認められる。伊田天立像は栗の玄関脇に安置された像で、こちらも江戸時代の柵である。 宝量は岩倉を含んだ総高が61.4センチメートル、像の高さが51.1センチメートルを測り、甲冑をつけて、右手を振り上げ、混合牛を構えて岩座に立つ姿である。寄せ木作り、失敗で、両袖先やモッソの先端部などに、候補の部分がある。法自然寺座像は、高原院の解散異形、宗吉の像である。の流れをむ寺院では、 構想や、解散の像を描いたり増留したりしてその徳をしのぶ、よすがとする。この座像もその類例であり、高原院の側では、解散法を指像と称している。像は、江戸時代の作で、寄木作り、玉眼、彩色、像の高さは、頭頂部から、裾下まで98.5センチメートルを測っている。ABCD 世田谷社寺と史跡その242から43ページ、世田谷社寺と史跡その36ページ及び、世田谷区史跡散歩143から144ページには、松葉山と記述されている。AB 公原院の移転時期については資料によって、異がある。改定、世田谷の散歩道一歩二歩散歩などでは、1926年、カラス山の寺町では、 1936年と記述されている。本校では、カラス山寺町の記述を採用した。池宗義は、没後9年を経た1723年5月に、法師大帝禅寺と中見門天皇から送りなされている。ありがとうございます。